LG Electronics LGG シリーズ LGG3 LGG3 とは韓国の LG Electronics によって開発された Android 搭載スマートフォンである LGG3 は2014年5月27日に発表され次の28日に韓国で最初に発売した画面のベゼル幅や背面の電源ボタンおよびボリュームボタンなどは LG G2 の仕様が引き継がれている。他社から発表される端末と差別化を図るために、ディスプレイ解像度は 1440p になっており、フル HD を超える高解像度となっている。カメラには赤外線を使ったオートフォーカス機能を持つ。G3 のカバーはメタリックデザインになっているが、本物の金属ではなく、ポリカーボネートと呼ばれるプラスチックが使われている。 カラーバリエーションは、ブラック、ホワイト、ワインレッド、ブラウンがある。G2 と比較すると、本体は、丸みのあるシンプルなデザインとなっている。ディスプレイは5.5インチの w q h d の IPS 液晶を搭載しており、この解像度のディスプレイを持つスマートフォンは、LG G3 が世界初である。ベゼル幅も持ちやすさを重視され、最小限の幅に設計されている。 CPU には、クアルコムスナップドラゴン801の2 5ヘルツ4コアを搭載する。メモリは3イトを搭載しているが、これは3 2イトモデルのみである。1 6イトのローカライズモデルについては、メモリが2イトに減らされている。バッテリーは3 0 0 0アワーを搭載し、カバーも外せるためストレージは、 マイクロ SDX-C で 128GB まで容量を増やすことができる。1300万画素の背面カメラは、光学テーブル補正、オートフォーカスに加えて、新しく赤外線を使ったオートフォーカス補助機能が追加された。これは赤外線を照射して、撮影対象との距離を測るため、暗い場所でも精度の高いオートフォーカスが可能である。 また赤外線に不向きなシーンでは従来のコントラストオートフォーカスが使われる。また、米国と韓国で販売されるモデルを除いてワイヤレス充電地位に対応している。G3 のオペレーティングシステムは Android 4.4キットカットが搭載されている。2014年11月にはグローバルモデルが Android 5.0にアップデートされ、11月24日には 韓国内のキャリアモデルに向けてもアップデートを提供開始した。Android 6.0のアップデートを2016年からポーランド等の一部の国に配信され、順次他の国にアップデートを提供開始している。ユーザーインターフェースはアプリアイコンやフォントなどが先代モデルよりもシンプルになっている。G3 に新たに搭載された機能として、 インテリジェントパーソナルアシストが追加された。米国で発売されたモデルは4種類あり、AT&T、T、TE、モバイル、ベライゾンワイヤレス、スプリントから販売されている。このうちスプリント向けのモデルだけ、キャリア独自のアプリやロゴなどがなくなっており、最もピュアな LGG3 となっている。米国では2014年7月に発売された。日本国内では、 au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話によって販売されている。このモデルも LG G3 をベースとしているが、イサイフロリダという au 独自ブランドで展開されている。メモリは 2GB に減らされており、ワンセグ、フルセグ、赤外線通信機能、au 独自アプリなど、日本国内向けの機能にローカライズされている。ありがとうございます。